ようにおもりゃいい。ああああ行く道行くぜ。まあこういうコロナ禍でそして大変な時代だからこそこの歌がきっと皆さんに届くんじゃないかと。 そして自分たちもやっぱりこの芸能界も大変でしたから、そういう意味で自分たちも噛み締める意味で歌って、そして頑張ってる人にもその思いを届けて乗り越えていこうよというメッセージを、はい、今新たに兄弟で新しい俺節を出してごらんということで、はい、歌わさせていただきました。この俺節という歌はまあ僕も以前からよく聴かせていただいておりましたので、この歌を兄さんと歌ってみなって先生に言われた時はびっくりしました。で先生にあまり豊か気張るんじゃねえぞと言われながらのレコーディングということでございましたので、はい、まあ僕自身は、拳をちょっと抜きながらこの俺節を歌わさせていただくというのがちょっと困難で苦難でございました。北山さん自身は何か言われたことある？はい、僕はこの俺節に関して師匠からお、たけしはいいと。そうです、ね、問題は豊かだけだとどうしても拳回っちゃうんですよね、うん、もうその行く道行くでなるんでこの拳をちょっと取りなさいって先生に言われた時に、やっぱり今までは拳を回すのを勉強してたので、はい、やっぱり演歌というものは ね、 そうですよね、拳を勉強しなきゃいけないんですけど、今回取って歌うっていうのが、兄さんはすごいなと僕は思いますね。特に今回の楽曲がちょっとかっこいい、そしてサウンドもかっこいいですし、詞の内容も頑張っていこうという、若い世代の皆さんにもこう、あ、俺節いいな、なんかすっと聴けるなという、そんな楽曲だと思いますんで、これからしっかりと、そうですね、伝え届けていきたいと思います、